吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。あのメーカーが PSB を出してきたので見ていきたいと思います。濃縮版もあります。僕が買った PSB はこちら、日装から発売されております PS バイオ1000ミリリットル濃縮 PS バイオ500ミリリットル。まずは使用度スペックを語らせてください。 PS バイオは対象炭水化物量用、内容量1リットル、原産国中国で価格は780円でした。濃縮は対象炭水化物量用、内容量500ミリリットル、原産国中国で価格は1080円でした。特徴としては生きたスイス浄化栄養バクテリアです。水換えの手間を軽減し、金魚メダカ熱帯魚6部飼育水を作り、3倍の高濃度版もあります。水中に溶けた有害物質の分解促進、生物同化の促進、水質の安定効果があり、稚魚などの栄養源となります。使用方法としては、よく振って1日1回飼育水10リットルに対して1から2リットル添加してください。水換え時、新しく水槽を設置した場合は飼育水10リットルに対して10リットルを、濃縮は5リットルを毎日1週間ご使用いただくと効果的です。効果を高めるためにエアレーションをお勧めします。最後に注意点としては、完食飼育専用です。他の目的では使用しないでください。特有の硫黄臭がしますが問題ありません。ボトル内に白い膜状の物質が発生する場合がありますが問題ありません。また牡蠣は5から10度の冷蔵庫などへの保管をお勧めします。冷凍はしないでください。そして漁防薬との併用は避け、開封後はなるべく早くご使用くださいとのと、それでは製品の外観から見ていきたいと思います。日装炭海水共用、生きた水質浄化栄養バクテリア PS バイオ、メダカ、金魚、熱帯魚などが喜ぶ飼育環境に、光合成バクテリア PSB、 水換えの手間を軽減、残留糞の分解除去を促進、稚魚などの栄養源に、特殊善玉生バクテリアが効く、便利な計量カップ付き 1000ml、 メダカと金魚の写真が載ってます。裏面でございます。使用方法ということで、よく振ってください。バクテリアが固まり紅黒色になり沈殿することがあります。通常は1日1回飼育水10リットルに対して1から2ミリリットルをご使用ください。水換え時、新しく水槽を設置した場合は、飼育水10リットルに対して10ミリリットルを毎日約1週間ご使用いただくと効果的です。効果を高めるために飼育水へのエアレーションをお勧めします。特有の硫黄臭がしますが問題ありません。ボトル内に白い膜状の物質が発生する場合がありますが問題ありません。有益なバクテリアです。安心してご使用ください。ご使用の目安ってことで、45センチ水槽だと通常は4から8ミリットル、水換え時は約40ミリットル、60センチだと6から12ミリットルです。水換え時は60ミリットル。含有成分は光合成バクテリア、ロドシュードモナスなど。使用上の注意ってことで、完食飼育専用です。他の目的では使用しないでください。牡蠣は5から10度の冷蔵庫などへの保管をお勧めします。冷凍しないでください。開封後はなるべく早くご使用ください。漁業薬との併用はしないでください。こちらは日装から出ております。続いて、濃縮3倍、生きた水質浄化栄養バクテリア PS バイオ、便利な計量カップ付き 500ml。 ご注意ということで、流通途上での液漏れ防止のため封印をしています。カッターナイフなどで封印シールに穴を開けてご使用ください。こちらは飼育水10リットルに対して 0.5 から 1ml をご使用ください。新しく水槽を設置した場合は、飼育水10リットルに対して 5ml を毎日約1週間ご使用いただくと効果的です。40センチだと2から4ミリリットル、水換え時は20ミリリットル、60センチだと半分の30ミリリットル。含有成分は同じ。こちらも日装から出ております。それでは開けていきたいと思います。医療 PS バイオ、濃縮 PS バイオ、オープン。おー、シールが硬かったです。匂い嗅いでいます。あ、くせえな。うわ、くっせ、これはダメだ。これこいつの時点でこんなくせえからな。もう異様です。異様のパ、異様系の PSB だわ。うわ、くっせ、これはウーマルチ。くっせ、ちょっ とこれは閉めないとダメだ。これぐらい臭いからね、多分その匂いが漏れないように分厚い紙でここを覆ってるんだ。幅が広い計量カップが付属してます。5ミリ間隔で20ミリリットルまで測れます。まずはよく振ります。振らないとここに沈殿してるんで。あ、これ、あ、漏れるやんけ。おい、日装漏れるやんけ。おい、ふざけんなよ日装。うわ、くっせ。いや、これよく振ったら水漏れんのかよ。よく振ったらこっから出るわ。これもう、これ強く締めてるからね、これ。もうこれ以上締まんないぐらいまでしっかり締めてんだけど、漏れるっていうね。ほら、おかしいだろ、これ。これ、おかしいだろ。よく振ってくださいって、ちゃんと自分の会社でよく振ってんのかね。この時点でもう今日はご視聴ありがとうございましただよ。ちょっとね、振るとこんな感じで、モデルので今回振らないでやります。申し訳ない。
液体の色はピンクです。振ってみます。泡はすぐ消えます。サラサラしているので点火しやすいと思います。液体の色はピンクです。振ってみます。3倍なのでちょっと粘り気はありますね。泡もすぐは消えないです。ただそこまでこう癖は強くないので、ちょっとまあ少し残るんですけど、そこまで使いにくいという感じはないです。倍率600倍です。日装の PS バイオ、今回は振っていないっていうのもあるんですけど、こうなんていうかあまりこう濃縮されてないですね。一応いつも通り早送りで見てみます。はい、今早送りを見ましたが、あまりわからないです。シマテックのようにぐるぐる動き回ることはないので、毎日点火しないと効果を発揮しないタイプかもしれません。濃縮版です。すぐにピントが合いました。ただ大きさはとても小さいです。セルロースなんかはなかったです。とりあえず早送りで見ていきます。はい、今見ていきましたが、少し何か動いてるね。速度は速くないんですけど、動いてるのは確認できたので速攻性がありそうです。両方とも何か入っていたので、入れることで水質を浄化してくれるかもしれません。吹雪テトラ、右が濃縮、左がノーマル。若干濃縮の方が色濃いですね。同じ色だと思ったんですけど、色の濃さが違います。本当に濃縮されていると思います。それではスイーツ検査したいと思います。中和水10リットルを用意しました。この中に規定量入れて TDS だけ見たいと思います。まあ、pH とかアンモニアとかリンとかもうないので、まあ、TDS だけ見ます。 PS バイオを入れる中和水の TDS。59ppm です。続いて濃縮を入れる中和水。58ppm です。PSB バイオは 10ml、濃縮は 5ml 入れます。PSB バイオは 71ppm です。濃縮は 67ppm です。まとめるとこんな感じ。 TDS が10前後上がりました。 PSB としてこんだけ上がるのはちょっとどうなんだろうと思います。これを毎日添加しないといけないから、毎日 TDS 上がってくるんですよね。で、持続性もないし、何よりもボトルはこれダメです。ちょっと傾けるだけですぐこれ液体出てくるから、もう使いにくいんですよね。よく振ってるうちにどんどん出てくるんで、ここのね硬い紙が上に貼ってるんですよ。これすごい硬い紙なんですよ。もうちょっとこう綺麗に剥がせるようなやつの方が良かったです。今回これなんで買ったのかというと、余計なの入っていないなと思って買いました。 PSB 最近なんか多機能モデルって言って、中和剤入れたりビタミンミネラル入れたり、いろいろなんか入ってるんですよ。で、それ正直いらないんですね。 PSB を買いたくて PSB 買ってんのに、なんか余計なものがたくさん入ってて、それのせいで水質悪化するってことは結構あるんですけど、これはね PSB しか書いてないんですよ。まあ一応善玉菌って書いてますけども、シンプルザベストだなと思って購入してみたんですけど、ちょっとこう TDS が上がったっていうことは不純物がある。それが一体何なのかっていうのはわからないです。日装って書かないんですよ。 TDS が上がらないようにして、かつボトルから液体が漏れないようにする、あと何が入っているのかっていうのと、効能をもう少し詳しく書いてくれると使ってみたいです。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。以上、日装 PS バイオ 1000ml 濃縮 PS バイオ 500ml の開放及び拡大と検証でした。ありがとうございました。バイ。